ジョン、こんにちは。さあ第4回、はい、今日のキーマン、あなたが優勝したら、あなたが頑張れば優勝できます。西武阪神戦。はい、はい、阪神戦、はい、西武阪神戦です。阪神変ですよね、はい、もう疲れてます。だから対戦してるじゃないですか。西武阪神戦、はい、今回も、ね、主役はですね、はい、先生ですね。何でだ、やっぱ阪神やから、やっぱり。あ、阪神ね。あ、やっぱ阪神といえば先生でしょ。はい、うん、なんかまた炎上してるらしいやん。でもなんかさっき言ってましたよ、阪神、もう今日阪神だから俺黙っとこうって言ってましたよ。うん、何なん、まだ言われるの。なんでファンなんでうるさいとか、出てくんだとか、先生は阪神嫌いだとか。うん、阪神嫌いな。阪神大好きですよ。阪神大好きだ。でも関西人ですから、うん、阪神の試合を見て育ってますから、うん、はい、阪神は好きなんですけど、うん、愛がありすぎて言い過ぎちゃうってこと。そうなんですよ、これね、関西人の方分かると思うんですけど、うん、もう食卓には阪神戦なんですよ、うん、で親父の機嫌も阪神戦なん で、うん、で言いたいんですよね、うん、でみんな監督なんで、うん、だから そのやっぱり教育受けちゃってるから言いたい、うん、愛があるんで、うんうん、でもあれなんでしょ、先生と一緒の思いの阪神ファンの人もいるんでしょ。そうなんですよ。でもその選手が大好きで可愛い人のごく一部の人からか反感を受けてるだけでしょ。そうなんですよ、だから静かに行こうと思ってるんですよ。静かに今日は、はい、だって今名言出していこうよ。今まで名言言ってたじゃん。何ですか。あの失われたもうエースじゃないけど何やったっけ。あ、天才みたいなやつ。消えた天才。消えた天才。消えた天才ね、うん、とか。消えた天才って、うん、なんかテレビ番組でもやってませんでしたね。でもね、あれも言いたいんです僕、うん、これまだ出たかだからですけど、はい、あの時も消えた天才ってみんなにふざけんなとか、うん、いや見てくださいって話じゃないですか、うん、岡田監督ももう無理やってコメント出しましたよ、うん、あ、そうなんだ。そうなん、はい、じゃあ一心同体やろ。僕ね、岡田さんとはもう一心同体なんですよ。そうほんまそうですよ。岡田さんだってお前のこと認識してへんやん。いや、ほらやけどね。今はモノマネなの、それとも噛んだのどっちなの。ほらもう関西人はもうお母さん大好きですから、うんうん、そうね、先生も岡田さん大好きですね。大好きですよ、うん、だから阪神は今年強いんじゃないかと。岡田さんって関西人なの。知らないです。知らないです。知らない。早稲田っていうのは知ってますけど、あの作新かなでしょ。大阪府大阪市生まれだ。いいじゃないですか、うん、いい、もう阪神情報は。先生情報もういいですか。阪神情報じゃあ続き教えますよ。お、岡田監督の話、うん、何岡田監督ね、うん、あのもうお好み焼きがめちゃめちゃ好きらしいですよ、うんうん、で鉄板こっちで鉄板焼きってんですね、うん、まあ関西はお好み焼きなんですよ、うん、でお好み焼き好きすぎて行くとこ行くとこに自分の座右の銘の道一筋焼き作れって言って道一筋焼きが出てくるらしいんですよ、うん、そこに道一筋焼きってあればそこ岡田さんがよく食べに行ってるお店なんですよ。へー、道一筋焼きって何が入ってるの。自分の道一筋っていう座右の銘があるんですよ、うん、サインの時に書く言葉なんですよ、うん、だから 何が入ってるの。そこまでは知らないです。あ、それはまたファンの方が食べに行って。へー、食べたことない。食べたことはないです。だって知ってる、道一筋焼きってお好み焼きって丸やろ、はい、長四角らしい作る時に道一筋じゃないですか、うん、でこうやって横に切っていったら一口ずつ食べれるよ。だから食べやすいし、うん、だからこうやって長四角らしい味噌酢。丸だったらこうなんかこう、はい、格子に切っていかなきゃいけないじゃん、うん、でも岡田さんが食べやすいようにこうやって切っていったら全部食べやすいから四角。へえ、まあ、知らんけどねって言ってた。いやいや本当だって。本当ですか。あ、じゃあ本当なんですか、うん、へえ。俺だって食べたことあるもん、道一筋焼き。あ、やっぱそれ本場の話なんですね。うん、え、どこでですか、行ったお店にあったんですか。うん、そうそうって話になって。へえ。で、あの具はミックス、はい、だからイカとかも入ってるし、うん、あの豚も入ってるし、うん、タコとかエビとかも入ってて、はい、で肉とかはこうやって横にこうやって置いてくる。へえ。だから肉はどこ切っても出てくる、横に置いてて。へえ、そうなんだ、知らなかった。先生食べたことなかったの。ないっす。あ、そうなんだ。 で岡田さんが食べやすいようになって。へえ、知らなかった。そうやって焼いてくれって言って。へえ。じゃあ本場の話なんですね、これは。そうへえ。だからその本当だ、四角で出てくるし。でも食べながら思って食べやすいなっつって、うん、そうですね、横に切っていくから。うん、へえ。なんか兵庫と大阪ででもお好み焼きの感じ違うんですよね、全然ね。そうなんです、ね、そうなの、うん、お好み焼きって2種類あるんですけど、うん、広島風と大阪風ってなって。それは知ってる。焼き方もその違いだけ、その宗派っていうみたいなはずだから、どこに並んだんですよ、うん、あれでも兵庫で食べた時あれでしたよ、なんかちょっととろっとしてました、全部が。そうですね、うん、
それはその店によるんで、それはお店の作り方なんですかね。お店がどこを真似てるかによるんです。でそこにアレンジ加えるんですよ、うん、へえ。一休みってお店ね、はい、すごい美味しいお店あるんですよ、兵庫に。そうなの、うん、もうそう、ちょっと遠くに美味しかった。チボーでいいやん。チボーさん美味しいですよね。プレジデントチボーで。チボーさんどこにでもね、あの全部変わりますからね、はい、はい、ではもう7分、うん、おこの横のやつ食べてみて、ね、ちょっと無視しないでくださいよ。パッと見ての、はい、あ、何、いや今の中のものはね、いや、あのパッと見て、うん、あのもうオープニングトークで7分だったよと。7分ってあ、本田健介さんだってなった今。7分、多分ほとんどカットされてますから。そうなん、7分もってここだけカットされんといてほしいな、このその今のお好み焼きのくだりだけね、うん、そう残してほしいですね、うん、そうですね、うん、でも嘘だけどね。嘘かい。え、待って、本当に嘘ですか。うん、今の2分ぐらい何だったんですか。いや、俺の妄想の話。ぽくなかった。いや、ぽかったですよ。なん、うん、なんかまあ、具体的だったんで、うん、なんか本当に知ってるんだなと思ったんですけど。知らん。はい。これ何、岡田監督の回だ。これ、あれ、あの、オープニングの時にここからオープニングトークが長くなりますので、飛ばしたい方は何分何秒まで飛ばしてくださいって書いた方がいいかもしれないですよ。これ、ね、もうこれだけで動画いけるやん。岡田監督の話、うん、何の話やねんっていう。そうですね、でもお好み焼きの話は嘘だよ。嘘だよ。でもお好み焼きが好きでどこ行くも道一つ焼きできるはほんまだ。じゃあちょっともう、だから阪神ファンの方に見つけてきてほしい。でもよくない、これ道一つ焼きで長細くてさ、はい、で食べやすく、俺の発想よくない、はい、食べやすいし、で道一つだからさ、横一本もいいですね。なあ、で、どこ切っても豚が出てくるってよくない、はい、真似していいですよ、大阪のお好み焼き屋さん、でも道一筋焼きで検索しても全く出てこないんですけど、ね、それは本当なんか。メニューに作るんですよ。本当だから裏メニューじゃん。裏メニューだから全く乗らないって。でも誰かがブログで書いててもいいはずなのにな、ね、あの、あった、あ、2008年の誰かのブログに道一筋焼き岡田監督があって、だいぶ15年前でしょ、うん、長細くない。いや、とんぺい焼き風らしいですよ。ほら、長細いやん。じゃあ自らとんぺい焼きを作り、これを道一筋焼きと命名って、なんかブログになりますよ。ほら、横長やん。あれ意味合ってるやん。とんぺい焼きそんな細く長くない。いや、とんぺい焼きもこうだって高価しこ四角じゃん。四角くないですよ。四角じゃん。あの、オムレツっぽくないね。オムレツみたいなやつ。どう、四角でしょ。ああ。どっちかっていうと、丸じゃないじゃん。丸か四角かで言ったら、まあ四角に近いぐらいですか、ね。四角。これ、ぽいな。ぽいですね。ああ。これ聞いてきてくださいよ、お母さんに。なんで？マスさん。現場行った時。道筋焼き食べましたよ、って。本当ですか、そんな話。お母さんって本当に面白い話が多いから。ああ、これ、知ってる方も多いと思うんですけど、ああ、葬式が何回も。うん、行くで山道を通ってたらしいです、うん、あのオリックスのスカウトの方が亡くなりだった時に、うん、行く時に道迷ったらしくて、うん、ほんと真っ暗で電波も通らんところ山道入っちゃって分からんかったらしいんですけど、でその時に岡田さんが「おい、道どこ、あのここでやってるか?」って言って窓開けてビューって聞いたんですけど、うん、バス停のところに、うん、人やと思ってしゃべけたらそれイノシシやったらしい。でもそれどこから聞いた話なの。それはほんまらしいですよ。なイノシシ立ってたトトロみたいに。イノシシがさ、いくらい並んでた待ってたらしくて、それだけで、おい、道教えてくれって言ったら、ほんとにほんまなんですよ。ほんとなんてた、ブヒーって言ったら、おい、ロシアやろ、おい、おい、なーい、おい、おい、怒られるで。これ、ほんと？これ、ほんとっす。ほんとっす。これは YouTube、誰かが YouTube で上げてるんで、これ見てもらったら分かるんです。あ、そうなんだ。これ、ほんま話です。あ、でも上げてるからって事実かどうか分からない。本人が言ってます。ん？本人が言ったら、聞いたらイノシシだったわ、ちょっと、はい、ほんまや、ほんまや。へー、あれびっくりしたな。あ、じゃあ本人が言ってるだったら、まあ本当か。本当なんですよ、うん、今の流れだったら、聞いたら幽霊だったわっていう、ね、私も幽霊かと思った一瞬。イノシシイノシシ、立ってた。イノシシが3匹ぐらいイノシシいたらしいです。俺イノシシっつくなんかでイノシシの話なんで。イノシシの話、うん、ロッテ神戸に泊まるとき、新神戸の駅前のクラウンプラザやね、はいはいはい、ホテルで、俺下のコンビニ行こうと思ってホテルから行ってて、横断歩道渡ると思ったらドーンって当たって、足にいきなり、はい、車かと思って、え、そしたらイノシシ突っ込んできて、足に、うん、え、めっちゃいいね、あそこら辺のイノシシ。イノシシめっちゃ多いんですよ、うん、え、そんなホテルとかがあるとこに。うん、そうだよ、普通に夜ですよ、うん、え、来たのが、はい、え、ちっちゃいんですか、イノシシ。いやいや、普通にこれぐらい、え、
子連れの。子連れの可愛い。え？イノシシって足にボンってぶつかってきても、うん、痛くないですか？いや、そっち、いやともなったよ。ええー。まあその突進じゃないけどね。はい。うん、ぶつかったんですね。うん、そんないるの？危険じゃないんですか、ね？鹿とかもいますよ普通に。じゃあ次、袴田さんのイノシシの話で最後です。イノシシ、イノシシつながりで、イノシシのこれでもう今日の動画はこれ終わりです。イノシシの話して、イノシシ、今イノシシトークでつながってきてる、ね、うん、はい、私のおばあちゃんはイノシシ年です。何ですか、イノシシないですよ。イノシシだって会ったことないもん。はい、とイノシシだ、イノシシつながってきてるんで、最後イノシシのトークで締めてください。イノシシ大好き。ないよ、イノシシなんて会ったことないもん。3度目の正直ね、3度目の正直。あ、イノシシつながりで来てるんで、最後イノシシで締めてもらっていいですか。あの、シシ鍋食べたことあるんですけど、美味しかったです。はい、さよなら。